はい、トシです。ジョンです。テアドです。ソダロです。今日の企画は女子の脈ありサイン気づいてる。はい、はい、ということで今回ゲストのケイさんです。おはようございます、ケイです。はい、まだね、ケイリーさんコラボでやっていきたいと思うんですけど、今回はですね、女性が密かに発している好きサイン、男への、まあ、アプローチであったりだとか、好きサインなんですけど、我々男性はこれちゃんと気づけてんのかというところをね、気づけてないとね、もったいないからね。そうです、そうです。気づいて、だから実際ケイリーさんがこう女性目線に立ってもらって、まあ好きな人にこれやるよねとか、確かにこれはやってるよ、やらないよとかを聞きながらね、我々のコメントをちょっと言っていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。やっぱ多かったんですけど、話聞くときめちゃくちゃ目を見る。はあ。自分に、自信があるじゃないですけど、はい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 、これを自分の魅力を分かってる女性はします。なるほどね。あるんだ。そうか。ただ私みたいなタイプは、絶対見ない。なるほどね。だって今日見返して編集してるの見て、見てます。こっち全然見てない。安心してるから確かに。そうだね、まあ、もう3人だからですよ。これはいいかな。ジロばっか。ジロって言ってないよ。俺らもこれをなんか視線めっちゃうなって、あんま分からんすよね。分からない。確かに。でも今経理言われてみて思ったけど、なんか自分のこと可愛いと思ってる子はそのアピールしていくことあるわ。なんて、なるほどなるほど、自信満々っすもんね。はいはい、実際本当に可愛いから割と食らうっていう。それは確かに食らうのは食らいますよ。ドキドキするだけで別に好きやとは思わないです。あ、まあまあそうね、入り口としてはいい程度。逆に照れて目を合わせない人もいるわけだから。それもおったおった。ただ目を合わすだけで俺が好きだと勘違いしたらヤバくないって思っちゃう。あー、そうそうそう、分かる分かる。どっちもあるんだからっていうのは思っちゃいます。守る守る。俺だけじゃ分からん。うん、ちょっと次いきますね。はい。あ、私ばっかり喋ってごめんは好きな人にしか出ないセリフ。へぇ、ついつい喋りすぎちゃうとったのかな。今日私ばっか喋ってごめんねとかたまに言う人おる。おるおるおる。あ、いるね。でもそういう子言う子好きやな。俺可愛いっすよ。可愛いなとはなる。それが好きの合図かって言われてちょっと分からない。それは気づけないな。気づけない。けなげだな、その子は。けなげだね。すごくけなげだ。やっぱなんか、相手のこと思ってるっていうことですね。今日私ばっかり喋っちゃってごめんねっていうことですよね。気遣いがあるってことですもんね。そうです、それはすごく素敵です。まあ確かに男友達とかだったらしないかな。わざわざ、確かに。別に、そんなに言わないかな。多少行為はないと。異性として見てるからこそ言うよね。大事って感じですかね。確かに、確かに。じゃあ暑いやん。え、何言われてー。暑い。いやいや、そんな暑いと思ってへんかったけど、角度どんどん上がっていくから。ああ、なるほどね。こういう細かいジャブをいっぱい出していきますから。そうね、いいね。変なあだ名つけるっていう。これ地味にね、何人かいたんですよ。だから他の人があんま呼ばない名前で呼びたい的な。なるほどね。まあ特別感ですよね。そうそうそう、どうなの。そうなの。これうちの旦那さんのことを私が名前の全部にどれにも属してない一言で、うんって呼んでます。ああ、なるほど。強しなのに、まあ、ごめんなさい、今、チーって呼んでます。かわいいな。チーちゃんなんだ。チーちゃん。かわいいね。これやっぱり、かぶりたくないっていうのありますよね。ああ、やっぱり。特別な呼び方で呼びたい。そういうことなんだ。それはね、丸だと思います。なるほど。あ、やっぱこれ結構でかいんや。好きとは言えないので、つい可愛いって言ってしまいます。ああ、可愛い。そう、可愛い女性。可愛いを結構言っちゃいますは多かったんですけど、どうですか。これね、まあ根本的な問題になっちゃうんですけど、おそらくここに送ってきている女性自体がそのタイプ的にちょっとなんかアクティブなんでしょうね。ああ、私はどっちかというとアクティブタイプじゃないので、あれですけど、まあアクティブタイプならあると思います。ああ。でもさ、これさ、俺らがさ、可愛いって言われてさ、脈ありだとは思わなくない。思わない。そう、あんまり思えないんすよね。弟分みたいな感じで見られてるかなとか。そうそうそう、対等だと見られてないんじゃないかなってガード張れちゃうから。そう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 。年下同いやったらちょっと思うかもしれないですね。
年下から呼ぶってことか。年下とかから言われたら、あ、結構距離縮まってるのかなと思う。あ、年上から言われたら、やばいやばい、完全弟見られてないってなる。あ、確かに年下の子に可愛いって言われたら、しかもタメ口で、ソータロさん可愛いっていうことでしょ、下から。はいはいはい、はい、あ、嬉しい。なるほどね。確かにそれはちょっと勇気出したんやなって感じて嬉しいかも。なるほどな、まあ、確かに1位あるかもな。結構いいみたいやけどな。そう、女性側はすごいいいと思って言ってるよね。でも俺らは割とかっこいいとかそういう言葉じゃないと、あの受け止めれない。異性として見られてると思わないよね。あ、そこのすれ違いあるよな。可愛 い, いも特別ですよ。いや、分かってんね、分かってんね。可愛 い, い2種類ありますね。ほんまにただ可愛 い, いのと、うん、かっこいいのと、さらに上の可愛 い, いみたいな。はい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 。で、ここの可愛 い, い勘違いして、コクって振られてるやついっぱい見てきてるから、うん、いるでしょ、周りに。いや、そうね。先輩に可愛 い, いって言われて、うわーって言ったら、うん、振られたんやけどみたいな。いや、てか俺も振られてる。見たわ。見極めるポイントがあって、可愛い場面とか、うんうんうん、で可愛いって言われてるのは多分脈なしなんですけど、なるほど、それが可愛いから、そうじゃない、そこの可愛いってあの向こう岸の可愛いなんで、ダサいことをした時とか、ちょっとこけちゃったりとか、あ、そう、そういうなんかマイナスな面で可愛いっていうのは脈ありなんです。なるほどね、マイナスいいね、カウントするんだ。そう、マイナスの可愛いはポイント高いかなと思います。ちょっと不器用でなんかできないとか、そう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 、それは確かにいいポイントやな。勉強していいですか。はいはい、どうぞどうぞ。めちゃめちゃご飯をバーって食べてるときに可愛いって言われるのはこれはどっちですか。ちょっと想像させてください。はい、入ってる。怖っ。何やねん、この時間自分が言ってるけど、何やねん、相当やってるやん、相当やってるやん。可愛いです。どっちどっち。脈ありかみたいな。そんなの聞いてんじゃないね。言ってんじゃん。すごい可愛かった。すごい可愛かった。違う違う違う。じゃあ可愛かったよ。じゃあ終わり。やったー、ラブ。次が次が次が。ストーリーで相手が興味ありげな内容とか、誰かここ行こうってやつは、大体特定の誰かに向けてす。あ、はい。書く。あ、書く。これはね、核だと思います、私は。確定？だから誰かここ行こうっていうのを言うストーリーは、誰かに向けてでしかないっていう、うん、あー、そういうことね、うん、それが自分かは分からないけどってことだよね、男の子に見ると。そう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 、うん、いてー。自分が興味あること、うんうん、例えば見たい映画を先にポロッと言ってて、うん、言ってて、それが出た場合はもう核です。あー、なるほど。なんならこれ、ちょっとごめんなさい、女子の皆さんごめんなさい、言っちゃいますけど、うん、私はもうないんで、この手を使うことがもうないんで、うん、ごめんなさい、出してますね、うん、なんなら一人にしてます、親しい人。あ、そういうことですよね。そこまでやっちゃってんだ。そこまでやっちゃってると思う。マジ。まあそうやろな、だって他の人が反応してくれば癒すもんね、別に。あ、まあ確かに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 。寒くてもポケットに手を入れない、手をつなぎたいから、うん、手をつなぎたいイコール好きだよって念送ってる、念送ってるっていう。なるほどね。かわいい。わかりました。かわいいな。これたまにいません、寒い寒いってポケットには手入れへんねや。うん、ああ、俺は、うん。あれ確かに繋いでいいんかなって俺も思ってるんやけど。うんうん、そうなんだ。どうなんすかこれは。これだからこれでしょ。17の時の私でしょ。あ、これ昔の経理から来てた。タイムリープしてるやん。タイムリープしてるやん。そう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 。そうですよね。やっぱこれそうなんですね、じゃあ。そう、読売ランドのクリスマスの日の私でしょ。具体的やな。いや、繋いでって言ってんの、それは。そう、イコールでね。そりゃそうよ。あ、でもこれはでもそれもなんか、脈ありなんかなとは思うわ。俺ちょっと無理だわ。え、付き合う前、デートってことよね。あれ、行った方がええの。付き合う前に手握れたらないよな。そうじゃない。いや、そうやね。そうやね。そうだよ。だから、もう発想がそもそもないっていう。手握りたいのかなとかっていう。俺さ、だから、宿老と俺はさ、別に握る派じゃん。握りますね。女性はどうなんですか、付き合う前に手を握るのは。だから確認してるんでしょうね。自分のこと好きかなって。あー、なるほど。アクション起こしてくるかどうかみたいな。みたいなことじゃないですか。じゃあ、あれ、こっち付き合って行っとかな。行っとかなあかんよ。グループでいるときは塩対応、LINE で2人、LINE と2人で会うときだけはまあまあになってると好きサインですやって。はいはいはい。グループのときはちょっと素っ気なく当たって、2人きりになったら急にはまあまあになるっていう。
なるほどね、それ好きサインになったんだ。これでもちょっとむずいな。そうでしょ。なんで塩になるんですか、みんなの前で。恥ずかしいからでしょうよ。そういうこと。あー、なるほどね。それそうでしょうよ。まあちょっとな、あの恋ないんかなって思っちゃうよな、グループの時に仕上がったら。そりゃそうだし、その相手のこっちも女になりたくないし、うん、相手の男を周りに見せたくないっていうのもあるじゃないですか。あー、そういうことか。一歩先だ。そう、かっこいいとこ知られたくないみたいな、みたいなことだと思います。なるほど、なるほどな。ある種の独占欲じゃないですか。なるほど、じゃあおもろいわ。おもろいな。なるほどね。じゃあグループの時は一旦二人になった方がいいんですね。そりゃそう、じゃなきゃ分かんないんだ。そりゃそう、見えてるかどうか。そりゃそう、大人数から抜け出す、いっちゃいんだから。あー、抜け出せ抜け出せって言うんだ。これがいっちゃえか。なるほどね、本当に。これね、僕あんま分かんないんですけど、はい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 、寄った時に電話する。うん、あ、女の子とか。いや、する子おるよな。うん、俺とかも回せんから、どうなんこれ。私はしたこと、そもそも私お酒、ごめんなさい、酒豪そうな面して酒豪そうな面して、酒豪そうな面して2杯飲んで、あの、パンパラパンなんで。ああ、そうなんですね。なるほどなるほど。普段お酒全く飲まないんで、うん、ないですけど。そうかそうかそうか。周りの女の子は、女の子で女子会とかしてるじゃないですか、うん、結構電話してる。いる前で、女子会、その場で結構してる。とか、トイレに立って、10分ぐらい帰ってこないなみたいな、ちょっと電話しちゃってた。うわー、でもありそう。とか結構ある。なるほど。そうなんだ。これじゃ結構脈ありなんや。これもさ、なんか言うたらその男側もするやつはするでしょ。する人はいますね。ここだから似てるよね、その傾向。酒飲んだら電話する男って絶対いんのよ。いますね、いますね。それはそこいうぐらい同じ人数がおるんやろなっていう女性には。でもなんかあんま本なんか好きな子にしにくくないですか。いや、そう、うん、俺も本命の子にはできない、ね、なんかそんな集定されたくしたくないなっていう。わかる。そうだから相手もそうなんかなっていう、うん、なんか気の許せた友達みたいな感じなのかなと思っちゃう。めっちゃわかるわ。かかってきたな。男女で違うからですか。女性はやっぱり酔っ払うと可愛くなれるじゃないですか。なるほど。あ、なるほどね。なるほど。そういうことか。素直に可愛くなれるから、そのパッケージの自分を見せようと。そう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 。あ、なるほど。あざとい行為ね。なるほどね。声が高くてもゆっくり喋ってても、お酒飲んでれば成り立つんですよ。お酒寄せになるわ。なるほどね。確かに。なるほど。ゲシコー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 ゲシ割り勘をすると、うんうん、で、デートしたい理由を奢ってもらえるからだと思われたくないっていう、うん、あー、なるほどなるほど。遅くね、割り勘女子か。うん、払わせたくないんじゃねえかっていう気持ちも出てくるよね。そう、で俺ら楽しくなかったから割り勘して、うん、もう何もなかったにしようとしてんのかなって。うわっ、うん、微妙やな。え、これ実際どうなの、割り勘って、うん、割り勘でいいよってなった場合そういうの感じる。僕はなんか そんなにん、好印象ではないですね、あんまり。なんていうの。あ、じゃあ払わしてくれたから嬉しい。あ、そうですね。へえ、かっこいい。俺もそうっすね。へえ、俺空気によりますね。ああ、まあ、絶対半分ですから、うん、って言われたら、うん、あ、きっちーってなるんですけど、うん、おいおいおいみたいな感じだったら、かわいい感じ、ラッキーってなります。ああ、それだったら俺も言い方かも。まあ、言い方は多少まあ、多少あるけど、なんかなんやろ、こうぜ、全然出すけど、うんうんうん、次の時、私出すねとか言ってくるのめちゃめちゃ好印象になる。めちゃめちゃ好印象になる。あ、それが正解っすね。これは、まあそうなんでしょ、ですかねって感じだけど、うんうん、インスタのストーリーズに時々コメントする、うん、ああ、うん、だこっちがストーリー上げた時に、うん、まあ割と定期的にこうコメント、あ、定期的にね、クエルクおるよね、確かにね。それが脈ありですよってことですよね、うん、まあそうね、うん、まあ、私の前、ジラスさんのやつには毎回反応しちゃってるから。ジラスの言い方を。あ、これすみません。世界監督。ジラスさん。世界監督の場合は、毎回しちゃってる。そうだね。友達的な。だから、昨日休めたやつなのかっていうことですよね。関係性に。関係性によるけど。だからもうなんか、オート起動なんじゃねえかぐらい。そのケイリーのあのDM がセットで出てくるんだよ。ボットみたいな感じで。ボットボット。シュシュってくるから。一ってやってるから。そんなに送るんだ。ついに10億って2しか返ってこないから。全然返ってこない。全然返ってこない。打率低っ。
まあ好きだからね。なるほど。最後までごめんな。じゃあ最後いきますね、うん、はいはいはい、くっつきたいからわざとらしく大きな動きをして相手に体の一部をくっつける、うん、はあ、いいですよ、いいですよ、これはでも分かりやすくないですか、割と、うん、まあボディタッチ、うんうん、この辺はなんかもう分かりやすいよね、うん、あの歩いてる時にめっちゃ体当たってくんなみたいなやつ、ああそれも近いんちゃう、うん、これはそうじゃないですか、触れるのが嫌じゃないっていうことやもんな、うん、これでかくない、どうなんですか、うん、これでしょ、歩いてる、うん、歩いてる、あーとかこれとか、うん、まあ、だから私体で、体が大きいからな、もう当たっちゃうんだ、ついちゃうんだよな、こうやってそう、上がってもらった、別に意識してこうついちゃうんだよなまあでも、うん、なんかここは男性と女性のその、うん、触られることに対してのハードルの低さってやっぱあるじゃないですか、はい、男性って多分、はいはい、女性に対して結構割ともはや触りたいみたいなところあると思うんですよ、結構わかんないですけど、ありますありますよ、でも女性って本当に無理な人は無理、本当に触ってほしい人しか触ってほしくないし、触りに行かないので、それはね、あ、めっちゃあるよと思って、なるほどなるほど、だから、あはははみたいなことですよね、こうやって、あ、そうですね、めっちゃあり、大きいんや、やっぱりボディタッチは、これ、一番あるじゃないですか、へぇ、まあ、そうだよね、だって、女の子にとっては触る、触られるって結構、なんか、パーソナルな部分というか、めっちゃ悪いだと思います、なるほどなるほど、やっぱそうなんや、いや、なんか俺らも勉強だったな、なりましたね、めちゃくちゃなった今回、面白い面白い、はい、まあ以上なんですけど、はいはいはい、まあ、めちゃめちゃ勉強になりましたね、うん、うん、やっぱこう女性の人が一人いるってだけで、ね、俺らのな、チャンネルにもだいぶなんか幅が広がるというか、確かに確かに、やってなレギュラーレギュラーガチでなってほしいレベルしますか、ほんまにぐらい勉強なの一個来たやつが膨らむもんね、あ、そう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 、そういう視点で言ってたんだとかっていう、うんうん、まだちょっとぜひゲストで出てください、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ということで皆さん今回もありがとうございました、はい、ありがとうございます。